年1月よりツアー活動の終了を示唆する ENDOF ザロードというタイトルを掲げながら、2年半がかりのワールドツアーを開始しているキスが、欧米での約100本に及ぶ公演を経て、12月5日に日本上陸。同8日、ゼビオアリーナ仙台にて、最後のジャパンツアーが幕を開けた。レッド・ツェッペリンのロックンロールが流れる中、開演帝国の午後6時ちょうどに場内は暗転。おなじみのベストなものが欲しいか、それをお前は手に入れた、世界で一番ホットなバンド、という意味合いの言葉が荒々しく挑発的にアナウンスされると、すぐさまオーディエンスを興奮へと導くかのような